どうも宮崎県住みます芸人のチキナゴです。こんにちは、お願いします。はい、本日のテーマがですね、はい、癖になる絶品ご当地ハンバーガーということでございまして、ハンバーガーなるほど ね、うん、ねがっついていきましょうということですけども、宮崎どうだろう、あんまりこうなんかハンバーガーの、まあ、イメージというか、そんなイメージはね、あんまないけども、まあでもね、牛とか豚とかね、お肉美味しいですからね、ありますから。まあ我々が来ている場所はですね、西都市に来ておりまして、はい、宮崎市内からだいたい30分ぐらい車で、そうですね、はい、まあそんなね、西都市にある、ご当地のバーガーがあるんですけども、うん、それがなんとこちらでございます。有田産地のお肉屋さん。おー、名前結構シンプルというか、なんかもう友達ん家のお肉屋さんみたいな、親しみやすいちょっとネーミングなので、ご近所になるようなね、ある感じがね、馴染みがね、いい感じをね。じゃあ早速ね、食べに行きましょう。行きましょうか。行きましょう。ここにバーガー、バーガーがあるんですけど、今回我々が訪れた場所はカフェのような外観で覚えやすい名前の有田産地のお肉屋さん。一体どんなハンバーガーがあるのでしょうか。こんにちは。こんにちは。本当にハンバーガーの感じじゃないやん、まあ、直売所みたいな感じなのかな。実はこちらのお店、自社で生産しているブランド牛有田牛の直売所なんです。いろんな部位のお肉が店頭に並んでいて、まさにお肉天国。お肉が、お肉いっぱいあるのよ。うわすごっ。うわーステーキ、ももから焼肉のお肉だったり、上焼肉、お国産、もうサシがすごい脂の、あすごい有田牛だよね。これ焼肉食べたらもう絶対美味しいやつやね。でも今日ハンバーガーの企画なんで焼肉じゃないんだよね、お肉がね。ここで食べれるみたいなので、ご当地バーガー。ああちょっと入り口のあるあるある、レジの方見てください。ほらバーガーって書いてある。バーガーですよ。おでも結構種類ある。しかもはい、じゃあ多分あれやね、この、そのさっきの有田牛を使ったバーガー食べれるのが多分ここ。そしたらじゃあどうしようかね、せっかくなのでなんかね、まあ1個はじゃあこのねオリジナルバーガー、うん、ね一番のねベーシックなやつありまして、あとこの赤身クラシック気になるな。ちょっとねここもね、なんかボリュームめちゃくちゃすごそうやん。そうなんでこれと2つ頼みましょうか。そうですね、はい、じゃあのオリジナルバーガーと、赤身クラシックスをお願いします。やなぁ。ただね、来たんで、はい、撮影食べますけども、食べていきましょうか。このエモーって何なの？このエモいってこと？エモい、いやエモいっていうのは漢字ではあるかもしれんけど、漢字じゃないエモいこれだから、牛を育てるときに、うん、無農薬の、うん、飼料、餌を使って育てているらしくて、あ、ここに書いてあるわ、アースメディスンゼロっていう。これをまあ直訳する、そうやってまあ無農薬のものを使ってて、まあ健康にも、はい、ね、体にもいいみたいなことか。なのでそれを全部頭文字取ってエモ、エモ、なるほどね、エモ牛、はいはいはい、早速いただきましょう。はいはい、じゃいただきまーす。わーすごい、ずっしり、すごっ、きれい、見てほら、お肉が、肉感すごいな、たっぷり入ってますよ。ね、うん、これはすごい美味しい、うん、手げうめや、これ出ました宮崎弁、手げうめ、これねとっても美味しい、あんよ肉肉しい感じがしてよ、すげえジューシーやっちゃうわこれ、すげえ生やんけ。やっぱね味付けがしっかりしてて、こうパンの味、こう肉の味、しかも絡まって、もうひったまかったかこれは。もうすげえ宮崎弁、ボリュームあってすごい、すごいね。何が入ってるの中は。中はねキャベツ、キャベツ、トマト、トマト、ハンバーグ、パテと、上のこれは何、これ牛肉は何、これは、これがまた有田牛だね。あ上のまたバラ肉かなんか乗ってるんや、すげえ豪華やね、すごい豪華ですよこれ。あのパンもねめちゃくちゃ美味しそうだねこれ、色が
だからもうこれ1個食べただけですっごくやっぱこう腹持ちがいいし、うん、お腹いっぱいになるんですよ。これ僕この赤身クラシックスですね。はい、ちょっと行きますよ。じゃあ赤身クラシックス、赤身クラシックスオープンでーす。おお、こっちはこっちで、あ、違った。あ、すっごいレア、本当に赤身クラシックスやわ。おお、いただきます。うまっ。うまと赤身やろ。柔らかい。ああ。で、こう多分あの焼き加減がレアの上のブルーってあるんやけど、うん、多分それに近いと思うわ。あ、じゃあそんなにほぼ生、もうほぼ生肉も、ちょこっと本当にもう表面だけ火を通してぐらい、ほらほら、もうほぼ本当生も限りなく、ほら、もうこれだけでも食べたいもんね。そう、これもめちゃくちゃ美味しい。もうで、生肉が意外とハンバーガーに合うっていうね。へー、作ってもらってる最中に、うん、ちょっと待ってたらちょっと別の店員さんと話してたんですけど、うんうん、やっぱ週末になるとこのハンバーガーを買うお客さんすごく多いらしくて、だから多い時には30人ぐらい並ぶらしいです。ここ週末、週末で、あ、そう、それぐらいやっぱり、ね、分かる分かる。でも一回食べたらやっぱこう病みつきになるハンバーガーというか。確かに ね、もう一回リピだから。僕今こっち食べたやん、こ食べたいもん。いや分かる、こっち食べたいもん。やろ、うん、メニュー全制覇したいもん。したいので、これはいいですね。宮崎ならではの、そうね、ご当地ハンバーガーじゃないかなというふうに思いますけどね。ふさわしいと思う。はい、まあ今日はね、あいにくなんだけども、はい、天気良かったらマジですごくいいと思う。いいね、うん、ここはおすすめですよ。席もいっぱいあるしね、いっぱいあって、うん、落ち着いて食べれるので。はい、ということでですね、はい、今回我々が、ご紹介しましたのは、西都市にあります有田さん家のお肉屋さんにあるハンバーガーでした。めちゃくちゃ美味しいですよ。絶品でした。